はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人は、はじめまして、シラコングです。まあランクリセットきて、今ランク1ぐらいかな、エキスパランク1ぐらい、まあ1日1試合ぐらいのほほんとさせてもらってます。よろしくお願いします。ということで今回ね、解説動画になりますけど、アブソルになりますということで、まあ、やっていくんですけども、アブソル、持ち物が充電チャーム、それから、鋭い爪、ピントレンズとなってます。バトルアイテムは、身代わり人形ですね。でこうカビゴンがね、火山行ってくれたらマジででかかった。これ誰か火山行ってくんねえかなと思って、もしあれやったら僕が最速取りに行こうかなと思ったんですけど、これカビゴンがねでけえ。もう相手はもう今ブイブイ言わせてるソーブレイズと、まああとはリザードンかとかいますけど、こうやって最初カジャンできるのマジでかいですね。まあリザードンかソーブレイズどっちかが中央なんで、基本的にこのメンツだったら、これはでかいですね。はい、ってことでまあやっていくんですけど、ここ上寄ったんですけど、ちょっとこれはミスったっすね。もうちょっと待ってよかったっすね。多分相手の視界に移っちゃいましたね。でソーブレイズ上に来るかな思ったんですけど、下に行ってましたねまあここで勝てばいいだけの話なんで、でちょっと触って、でこっからですね、追い打ちとサイコカッターですね、今回狙うのは。まあ不意打ちな悩んだんですけど、まあ今回は追い打ちかなというふうな感じで、まあやらさせてもらってます。でカジャンですね、こっから。で下がうまいこと耐えてくれてて、まあマジででかかったですね、本当に。味方うまかったです、すごいうまかった。でカジャンと、はい、ありがとうございます。でここちょっと僕ソーブレイズ映ってなかったんであれなんですけど、これ使ったね、ミスったね。でここからソーブレイズが上にちらっと見えたんで、撤退一品耐えて、まあ味方 KO してくれたんですけど、上に寄ります。これ悩んだけど、中央の、チルタリスを管理しつつレベル上げして上行くという風な流れですね。でよいしょ、はい、 1KO。 味方がねいい感じにね本当に合わせてくれてね、マジでねうまかった。でこっからユナイト技上げる感じですね。下は膠着状態で、上はちょっとファイトが起きてるんですけど、まあもう上行くというふうな感じでメッセージいただいて、はい、これねごめんなさい、サイコカッター打ち忘れた、普通に。ただ KO をしっかり持っていくというふうな感じですね。で、お盆を取りつつ、ここはもう引いてゴール決めますと思ったら、ニンフィアがまあ決めてくれたんで、まあまあ OK かな。でそのオブジェ触るのも結構早いんで、こうやって背面取りつつ、めちゃくちゃ背面取りやすいね、オフジェは。はい、でここは下寄りつつ、ユナイト技もなかったんでメッセージ耐えて、まあユナイト技上げつつカジャンですね、とりあえずカジャンしつつ、でここでソーブリーズと対面と、でゴーストダイブでここ無念来るの分かってたんで、それ、身代わり人形で逃げつつですね。無念なかったらバースト火力はそんなにないので、まあでもゴーストダイブも結構あるか。でここから上寄ります。レベル差はえげつないででこれピクシー重力焚いたんですけど、追い打ちが重力内にあると今みたいな感じで、止まっちゃう。でこれゴールで決め、避けます、ソーブレイズのいないと。まあたまたまだけどねでインテレオンが見えたんで、あーレーザーね、でどこやろう思ってそこにいたなと。そう、重力があるとそこで気絶というかスタン食らっちゃうんで、なるべく追い打ちを打って重力範囲外で、そこから重力内に追い打ちで飛び込むっていうのが一番いいです。追い打ち後の攻撃は、普通の通常攻撃と一緒なんで、それは重力の影響は受けないので、なるべくそういう風にしていくと。で中央を取ってほしいなということで一応ピン焚いたんですけど、でここからですね、まあ、ユナイト技も早いんでぶっ破します。今んとこ 0KO ですこれはもうレベル差もかなりあるから、なおさらやられるわけにはいかないんですけど、
で、ここジャンプ台湧いてないんで、ゴール決めてスタコラさっさと逃げます。で、ピクシーですね、ここからピクシーが中央に行くのが分かったん で重力来るかなと思ったんですけど、来なかったね。もう諦めてるね、生きることを諦めた。そう、重力が打つかなと思ったんですよ、重力を。なんでなるべく重力範囲外で追い打ちを飛び込みつつ、そこから通常で重力内に飛び込むっていうのが一番いい。ここどうしようかなって、リザードンユナイト技あるかなと思って、ちょっと確認できなかったんですけど、リザードン KO されました。はい、ちょっと リザードンのねレベル調べてなかったんですよ。で、ここはもうどうせ回復されるから引きます。もうあいつの相手するのはめんどくせえよ。で、オブジェでこれね触らんでもよかったかな。まあどうせオブジェに来るから、まあ、触ってよかったかっていうことで、まあ触っていきます。もうシャンデラがうまいのまんま、シャンデラさんがブイブイ言わしてますよ。で、こっからどうしようかなと思って中央取りつつ、またファイトを仕掛けていきます。本当に何だろうな、アブソルレベルがマジで大事かなと思うんですけど、レベル差が。で、ここ下カビゴンいたんですけど、ちょっと一応ブッシュ確認しながら行って、まあいいだろうなということで、取り切ります。で、味方が引きつけてくれてたので、ここはちょっともう急いで、管理しに行きますと。よっ、うん、オブジェの管理は早いですね、やっぱり。で、あと警戒すべきは相手が上に来ることっすね。なんでかっていうと、もうファーストゴールに入っちゃうんで、まあそれを防ぎに行くと、サンダーリジと言えばいいのか。はい、お疲れ様でした。で、ニンフィアがね下すごいスイッチしてくれて、で、すごい噛み合ったんですよ、ここで。ここでまあソーブレーズユナイト入ってくれるかなと思って、2対1の状況だったらね、入ってくれましたね。めっちゃでかい、これは。ちょっと危なかったですけど、引きない。で、しかもシャンデラめちゃくちゃいい位置にいるんですよ。マジで、マジで止めてくれてる。マジででかい。だからこれも、間に合ってっていう感じですね。なるべく避けつつ、やっていくと。はい、ヘビボン避けて、で、リザードンとかユナイト持ってないかなと思って、まあ入ってくれたらめちゃくちゃでかいなと思ったんですけど、持ってなさそうだった。KO に持っていくという風な流れですね。で、ここはまあ引いてもらいつつ待機ですね。なんかピクシーが変な位置いるんだよね。で、ここミスったんですよね。多分インテリオにバレましたね、位置。なんでカビゴンとは被らずで KO 持っていくと。カビゴンと一緒の位置行こうかなと思ったんですけど、多分インテリオにバレてましたね。で、ピクシーどこや思って、ピクシー探しの旅に出かけるんですけど、下か、いや上かということで、で、ピクシーがなんか殴ってるんですよ。はい、ピピー。あとはまあ本当にクローズ展開でただファイトすれば OK なん で、あと本当に怖いのはまだユナイト技あんまり確認できてないっていうのがあるんで、リザードンにしろね。まあここはちょっと安全に、僕は掴まれるのが一番やばいんでと思ったら掴まれました。誰かがシャンデラか。ただここは倒せれます、普通にレベル差もあるんで。頼むラッキー、回復してくれ。あざすーってことで、降参ですね。さすがにまあ序盤ね、本当にカビゴンめちゃくちゃいい仕事してくれた。結果は、14KO という風な流れですね。めちゃくちゃでかかったですね。全員うまかった、本当に全員うまかった。これはうん、マジで助かりました。なんでね、皆さんもぜひアブソル使ってみてくださいってな感じで、ご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャー。